サディカー。So guys, can you welcome back to my channel? So today, I invite my friend So here. ということで自己紹介をお願いします。タイ語で。サディクワ、ポンチュー、ヨシドリクワ。So we're gonna be reacting to Thai song today. My friend haven't listened to Thai songs. What do you think about Thailand? Many, many spicy food. Yeah, yeah. Pad Thai, you know? I don't know. No. Is it delicious? Yes, yes, delicious. I wanna try. How about Thai music? No.We are really curious about Thai idol, Thai music, so that's why I invite him. So, no more talking, let's get started. ところでタイに行ったことはないです。ないか。うん、ない。同じ。うん、イントロからちょっとかっこいいね。確かに。本当にスタイルかっこいい、ね。そう、スタイル。この赤髪がいいよね。本当に、なんだろう、タイのアイドルこんなにかっこいいんだって、ね、知らなかったから。ダンスめっちゃ上手い。そう、本当やっぱり、タイ人かっこいい人多いから、やっぱガッセブンのベンベンとか。あ、確かに。 NCT の誰だっけ、 NCT にもいたような気がするけど、うん、天か、天。天だ。天だ。うん。レベルが本当に高いと思う。青髪の人の声いいね。いいね、本当に。いや、俺もそれ思って。すごいいいなって。アイドルラッパーっぽいかなとは思う。あ、今の感じで。ダンスが本当にすごいな。なんかミュージックビデオもちゃんと作られてるなとは。それなりに映像いいね。映像が、個性があっていい。個性あるね。特にあの白い髪のね、メンバーが、まあ、綺麗だね。綺麗だな。声にゲロマンに、ゲロマンに、ゲロマンに、トータスの。ダンスブレイク。はい、ということで、はい、ということで全部見ましたけど、どうでしたか？思ってたよりもかっこよかったし、うん、みんな個性があって素晴らしかった。個性かね、やっぱり。今まで見たことないような、なんか革新的な新時代のアイドルっていう感じがしました。うん、確かに、確かにそれは、
それは僕も感じましたね。なので今回僕たちにとっていい経験になったので、このグループ、そしてもっとタイの音楽について触れていけたらいいかと思います。まあ、今までタイのイメージっていうと、まあ、どうしてもやっぱり食文化、食べるものっていうのにすごい向いてたんですけども、まあ、これを機にちょっと音楽っていうのにも目を向けてみようかなと思いました。なんで今日はここにします。 See you next time. Bye bye. Bye bye.